お前ら全員昨日行ったんだろ。和也先生綺麗な顔してただろ。嘘みたいだっただろ。まあ死んでたんだぜ。でもう動かないんだぜ。そうだね、うん、嘘みたいだっただろ。嘘みたいだった、うん、嘘みたいだった。そうだな、うん、嘘なんじゃないかな、うん、そうだな。和也先生の綺麗な顔にタッチしたか。したかったな。タッチしたか。触ってないの。触ってない。タッチ。触らなかった。タッチしたか。タッチ。俺一応唇ペロペロ。唇プレル。唇ペロペロってやった。唇。ああ結構ハードル高いことやったな。俺耳子と。耳いったんだ。お前ら和也先生で遊ぶんじゃないぞ。耳いった。おい続ける。逆に触ってないんだ。おい続けるぞ。いくぞ。いいか。触った。和也先生綺麗な顔してたもんな。してたな。さっき聞きました。タッチしたんだな。うん、タッチしました。唇ペロペロって。嘘みたいだっただろ。それもさっき聞きました。死んでたんだぜ。信じがたい。死んじゃったね。何回言うんだよ。はい、はい、そうそう、ここまであるんだからいいだろ。はい、ミステリー同好会の、今日はミステリー同好会の後輩の可愛いお前たちのために、今日はここ、俺、松本達也が経営する喫茶南風は貸し切りだ。ありがとうございます。お疲れ様です。いや、すごい。ごちそうさまです。先輩、ありがとうございます。ごちそうさまです。本当に全部おごりらしいですよ。あ、すげえ、すげえ来んな。あ、いいっす。いや、全然、おい、すまれ、尊敬はしない。進行があるんだろ、すまれ。全部おごりか。ありがとうございます。ゆっくりしてってくれよな。え、なんで俺だけこっち向きなの。いや、いいよ、別に。めっちゃ見づらいんだけど。いいよ、先輩に背向けろよ、いいんだよ。先輩、進行ってなんすか。あ、いいからいいから、ちょっとこの先あるから。お前ら、こんだけ尺取るんだな。マスター、これめっちゃ…いいけど。マスター、これ何ですか。いや、それ水だ。水だ、うん、あ、水なんだ。お前らグイグイ食うな。え、ほんと。じゃあ、ほんとじゃない、この後あるから。はい、水だ。あ、ちょっと、おい今、セリフ言おうとしてただろ。水なんだ。お前、いや、行くぞ行くぞ。はいよ。はい、ところで、ミキの遅刻癖は相変わらず、なんかすげえセリフっぽくなっちゃうな。でも、お前行く。はい、ところで、ミキの遅刻癖は相変わらずだな。ほんとだよ。確かに。30分遅刻するって電話が来たぞ。遅刻。え、でも、あいつ、久しぶりにこの店来るから、あいつここでバイトしてたんだけど、だけど久しぶりだから店の雰囲気変わったことに驚くんじゃないかな。驚くだろうね。イメージ変えましたね。なんかこの辺は全員同時で喋ってくんだな。やりづらいぞ本当に。仲いいから。あ、仲いいからね。から確か仲良さは出てるな。うん。でさ、あれなんか卒業式の日にミキに5人のうち誰が告白できるかみたいな、なんかそんな勝負してなかった。やったわ。勝負あれ何だったっけ。あ、ラブレターチャレンジですね。なんで外す。あ、決めのところそんな決めてくる。おー、いいんじゃない、かっこよかったよね。あ、はいはいはい、そうだそうだ、ラブレターチャレンジ。ラブレターチャレンジ、ね、懐かしい。そうだね、懐かしい、やったわ。ラブレターチャレンジっつーのはさ、どんなチャレンジだったっけ。懐かしいね。あ、たかし、詳しく教えてくれ。あ、はい、詳しくだぞ。詳しく詳しく。あ、はい、わかりました。うん、詳しくだぞ。
ラブレターチャレンジ、うん、ラブレターチャレンジとはですね、うん、卒業式が、まあ、僕らありましたと、はい、10年前ですね、うん、10年前に卒業式がありまして、うん、卒業式が終わった後に、うん、まあ、僕たちの学校にですね、うん、ミキという女性がいました、はいはい、その女性がですね、うん、校舎を出る前にそれまでに、うん、僕たちがそのミキちゃんに、うん、ラブレターを渡せるかどうかっていう、うん、なんかそんなことをやりましたと。お前結構ダラダラ喋るタイプなんだな。ああ分かった分かった。でも卒業式が終わってからミキが校舎を出るまでの間にミキにラブレターを渡すことができるかどうかっていうチャレンジ。マスターこれなんすか。あ、これは確かに。これなんすかはやめろお前、これなんすかはお前、俺だってこれから分かんない。 AI が言ったこと。 AI が、すごいんだよ。これなんすかなんて今まで言ったやついなかったぞ。マスターさすがっすね。改装して、翔太、なるほどね。翔太行け。なるほど。ああ次のほらルール、電話やメールで誘い出すのは NG でした、ね、お前うざいな。なんかそれ入れてくんだな絶対。まあでも俺好きだぞそういうの。はい、電話やメールで呼び出すのは NG と。はい、じゃあ次リンお願いします。結局5人とも渡すことはできなかった。かっこいいの。決めが悪くない、かっこよかったよ。結局5人ともラブレターを渡すことはできなかったと。できなかった。はいはい、じゃあ次こう。はい、うん、そうですね、うん、お前俺のことすごい見るな。タイムカプセルに、うんうんうん、すげえ見るて、うん、入れてね、埋めました。埋めた、はい、はいはいはい、渡せなかったラブレターをタイムカプセルに入れて埋めた。AI すごいだろ。お前だいぶはしょってたな。はしょり渡せなかったラブレターな。渡せ、うん、相変わらずだなお前。相変わらずだな。なんだ、素晴らしい、素晴らしい助け合い。はい、じゃあ次通る。おいおい、お、まあ、まあでかいからな、まあまあ、お前はな、まあまあ、昔からな。重いんだろうな体が、身長の分、うんうん、おっそおっそ頑張るトール。いつの日か声ちっちゃ。いつの日か。いいね、青春みたいな。ミキを含めた6人が集まった時にそのタイムカプセルを開ける約束した。した。最後どうした。ただし、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 こっからだ、こっからだ。ミキはそれを知らない。声ちっちゃ。かっこよかったね、普通に。いつの日かミキも含めて6人が揃った時にタイムカプセルを開けることを約束した、うん、ただしこの約束に関してミキは知らないと、うん、ちゃんとカッコ書きまで読んでくれた。でもかっこよかったね、今。かっこよかった。あ、でもよくわかったよ、ラブレターチャレンジ。詳しくわかった、ありがとう。はい、で次はね、そもそもお前らはミキのどんなところが好きだったか、それを教えてくれ。じゃあタカシから。それ恥ずかしいよ。恥ずかしいよ。さすがに。マジでそういうそれどういうやつ。違う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 、お前らそんなごねるか。いや人に言うもんじゃないじゃない。あ、まあ、いやそれはね、好きなところっていうのはさ、人に言えるところじゃないけど、でもどうしても知りたいんだよ俺が。あ、お願いだよ。そういうとこありますから。まあ、先輩がそこまで言うんだって。まあまあまあ、まあ、頼むぜ。1回しか言わないよ。1回だ。お前2回言ったら逆にぶん殴るからな。うん、まあそうですね、ミキは僕が帰宅部だったんですけど、うん、僕が下校するときとかね、うん、こういつも野球部のマネージャーやってたんですけど、ミキがね、その時にいつも帰り際の僕にこうやって振ってニコニコ振ってくれてて、うん、気づいたら僕は好きになっちゃってました言うて、うん、言うてね。あ、そう、帰り際にこう手振ってくれたんだ。そうなんです。その姿が可愛かった。可愛かったですね。あ、好きになっちゃうねそういうのは。あ、じゃあ次翔太。俺ですか。あ、翔太のほら好きだったところ。なんか恥ずかしいですね、ちょっと。恥ずかしいんだよね。楽しみだよ俺はそういうの聞くの。俺そういうの楽しみなんだよ。だからいや何にも、なるほどね。いやお願いお願い、ちゃんと言ってよ。あ、恥ずかしいじゃない。スポット入ってるから、スポット入ってるから。まあ、僕は、2年間生徒会長やってたんですけども、うん、まあ、ミキは、野球部のマネージャーとして生徒会が開く、うん、まあ、予算会議とかに参加してたんですよ。でその時になんかこう相手の意見を立てつつ自分の意見をしっかり言う姿とか、なんかこう優しくて明るいところに惹かれました。
おー、ね、なんかいいやつっぽいな、ほんとミキ、うんうんうん、じゃあ次、リン、まあまあまあ、いいやつだったな。リン、教えてくれ。所作が全部かっこいいな、うん、かっこいいな、顔もかっこいいし、うん、ごめんごめんごめん、お前さっきからずっと惚れそうなんだよ。いやまあ僕が高校生の時に部活も入らなかったんですけど、まあ運動神経が良くて、まあそんなミキが野球部にまあ誘ってくれるっていうのがあって、それでまあ何日も何日もこう話してるうちに、まあその熱心、野球に対しての熱い気持ちとか、その真面目な感じとか、そのちょっと出る可愛らしさにまあ惚れたっていう。あ、そう、熱心なタイプなんだね。そうだね、リー野球部だったな、そ確かに。そうだよ、ね、エースで4番。おうおう、じゃあ次はこう。はい、おお願いな。まあまあミキちゃん目当てで、うん、まあ野球部入ったんですけど、おうおう、まあそうっすね、なんかすごいチームのメンバーとかみんなに向かって誰一人隔たりなくね、あのね、毎日頑張ってる姿にめちゃくちゃ惹かれたっていうか。あ、なんかお前声ちっちゃくなんだ、お前もめちゃめちゃすごい惹かれました。うん、なんでね、やっぱ僕はめっちゃミキちゃんのこと好きです。あ、そう、めちゃめちゃ頑張ってるところですか。頑張ってるところ、この一生懸命なところが大好きです。うん、ああ、分かった、ありがとう。すごい恥ずかしいで。いや恥ずかしいか、全然だぞ。スポットライト当たったらめっちゃ恥ずかしくない。あ、ダメなんだ、スポットライト当たっちゃうと。あ、じゃあ通る。お前遅いな、さっきの行くまでがないつものお前なのね、うんうん、でお前いいぞ、お前のこと好きだからゆっくりやれ、もういいよ、もう喋り出すのもすごいゆっくりでいいぞ。お前のこと好きだからいいよ、ゆっくりやれ。まあ、お前緊張してんのか、もしかして。昔からそうだったな。そうだな、緊張しいだからな、うん、怠け者との、お前もしかして、あれっすか。いや緊張してんだよ、あんまり。緊張してんのな、タイプでした。ええ、シンプルに、うん、タイプでした。あと優しい笑顔に惹かれました。あ、なるほどな、確かにタイプでね、まあ、笑顔も可愛いからな。確かに可愛らしいのもあるから。あ、そうかそうか、よく分かった。なんかね、よかったね。それじゃあそれでようやくみんなが勢ぞろいして、ようやくタイムカプセルを開ける日がようやく来たってことだな。そうだ、うん、和也先生のおかげでみんな勢ぞろいできたのかもしれないな。確かに確かに、確かに、うん、ありがとう、ありがとう先生、ありがとう、ありがとう。ほら今から言ってももう遅いし、明日タイムカプセル掘り起こしに行けよな。まあまあ、そうですね、まあ確かに遅いから、時間もね、時間だしね、うん、あれ、そういえばあれ、お前ら今5人全員で渡せなかったラブレターをタイムカプセルに埋めたって言ったよな。言った、うん、埋めました。いや、おかしいぞミキ、お前らの中の誰かの一人と付き合ってたよな。え、そいつラブレター渡せてるはずだよな。付き合って、ええ、そうなの。いや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 、知らなかったの。ミキ、卒業式の後にラブレター渡されてたって言ってんだよ、お前らのうちの誰かに。え、だって、それです。誰だよ。おう、そいつと付き合ってた。え、それラブレター渡して付き合ったってことですか。うん、ラブレターを渡してそれで付き合ったって言ってんだよ。マジかよ。誰か知ってるんですか。いや、俺は誰かまでは興味なかったから聞かなかったんだけど、うん、でも同級生のカップルらしく、なんか夜中の母校のグラウンドに忍び込んだりしてたらしい。青春な。誰だよ。僕穏やかじゃねえな。なんだよ、穏やかじゃねえな。おい、あー、たかし、お前とかじゃないの。俺じゃないです。遠じゃないの。俺じゃねえよ、いいんだろ。でも俺、俺じゃねえよ、お前じゃねえ。身長高そうだ。関係ねえだろ、身長。誰だよ。まあいいよ。いやいやいや、誰だよ。先輩、なんとだ。5人のうち5人、ちょっとお前らすっごい俺に注目してくれるな。なんで。いや、違う、うん、お前らすごく優しすぎていつもスルスルここ言うところなんだけど、ここ重要なところだから。めちゃくちゃ。もう一回やるから、はい、お前らすげえ、まさか立ち上がると思ってなかったからさ。これ動揺しちゃって。じゃあお前さ、これからいくぞ。あ、よ、はい、あ、じゃあたかし、お前じゃないか。僕じゃないですよ。うん、俺、いや俺じゃないだろ。リンじゃね。俺じゃね、ショートじゃね。おちげえ、おこうだろ。俺じゃないよ。だ、5人のうち、ちょっと待って、誰だ、俺じゃない。待って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 
はい、じゃあ、おお、タカシじゃないの？僕じゃないですって。おお、じゃないんだ。タカシじゃないんですか？俺じゃねえって、だから、リンだろどうせ。俺じゃねえよ、ショートじゃねえよ、これ。こうだろうがよ！するとだ！お前ら5人で、せーので、お前ら本当にやんないんだね、偉いな。来るかと思ってワクワクしてたんだけど、偉い、偉い、偉い。マスター、切れたら怖いから。3度目の勝負。はい、じゃあ行くぞ。するとだ、お前ら5人、せーのでタイムカプセルに渡せなかったラブレターを入れたんだけど、うん、実はこの中の誰かを渡せていたわけだから、そいつはタイムカプセルにダミーのラブレターを入れたってことだ。そして、他の4人には隠し通せると思っていた。うわ、なるほど、面白くなってきたな。推理作家の血が騒いできたぜ。